天城歴史資料館は福岡県朝倉市にある県立博物館である。もともと朝倉郡には現在の朝倉市立みなぎ小学校に併設されていたみなぎ歴史館を除けば歴史に関する専門の展示施設は存在しなかった。しかし1970年代から始まった大分自動車道建設に伴う発掘調査で朝倉郡内に 多くの遺跡が存在したことが判明し、そこから出土した遺物の管理、活用が望まれた上、かつて、秋月城の城下町や天城塾として栄えた、天城の歴史を展示する施設を求める要望が、地元から寄せられたため、1979年に、福岡県教育委員会内で設置が決定し、福岡県立天城・朝倉歴史民族資料館として着工。 1985年5月25日に開館した。以後現在に至るまで、福岡県教育委員会が、九州歴史資料館条例に基づき運用しており、たびたび特別展を開催するほか、特別展図録を兼ねた資料館だより、温厚、年1回発行している。鉄筋コンクリート製2階建ての建物で、外装は、いぶし銀河原に、生マ壁。 白壁の土蔵を意識したデザインとなっている。展示室は2階にあり、2つの常設展示室がある。このほか屋外には国境石や史跡碁、水車などを移設展示しており、また1階ロビーや2階ホールを用いた美術展示も開催される。1階には古文書庫と郷土学習室を有する。最寄りの交通機関は西鉄甘木線、甘木鉄道甘木線で、 両天城駅から徒歩15分。車では大分自動車道天城インターチェンジから5分。そのため、福岡県大財布市にある九州歴史資料館の文館として位置づけられており、開館当初位置していた天城市が朝倉町、八木町と合併して朝倉市となった現在も名称はそのままである。ただし、委託契約により管理、運営には、 天岸市教育委員会文化課も関わっている。ありがとうございます。